Welcome back. It's a new day, everyone. Dreon has ended up in hospital. This isn't good. Wonder if they can see her wings, though. That's the question.霊視検査の結果が出ました。久我山リオンさんがかかっているのは転出期とみて間違いありません。やはりそうですか。転出期。I mean, yeah, that's gonna need some explaining. それって一体？悪魔付きなら映画とかオカルト話でたまに聞くけど、その天使版というのが分かりやすいでしょうね。天使のような翼とともに人が何らかの異能を宿す現象。ひとたび宿主となれば自らの意志に関わらず数多の災厄を振りまく。何件か前例もある怪異の侵食による症状よ。やはり異界が関わってやがったか。でも人間に異能を与えるなんて。ええ、普通のグリードではなし得ないことだと思います。過去の例と同じくグリムグリードの仕業と見て間違いないでしょう。 Oh no. Yeah. そんな、シャレになってないんだけど。それじゃ廃工場に現れた天使ってのがそうなわけ？いえ、話を聞く限り眷属クラスだと思われます。波のエルダーグリードを凌駕するほどの相手でしょうが。おそらくリオンさんはどこかで元凶の接触を受けたんでしょう。そして天使付きにされて異能を手に入れてしまった。装置は聞く人に影響を与え、異界化すら発生させるような最悪の歌声を。それが一連の事件の背後にあったからくりだわ。状況は分かった。このままだとリオンさんはどうなってしまうんですか？天使付きは言うなれば人を眷属に変える現象です。 Well, I guess we're going into the eclipse to sort this out. いずれは天使そのものと化し、異界の住人となる可能性すら。そういや、昨日のあいつについてはヒイラギ先輩たちには心当たりがありそうだったけど。あの白装束か。ええ、当然知っているわ。 You said all that? Okay. 彼らの名称はクロノス・オールデン。クロノス・オールデン、教会が有する武装騎士団よ。セプティアン・チュア、the church。教会？ So that grounds Ritter, okay. それっていわゆる精霊教会のこと？ええ、欧米圏において広く普及する世界的な宗教。その本山が独自に運用する異界に対しての実行部隊。裏の世界ではネメシス、ゾディアックと並び立つ第三勢力として知られているわ。異界に関わる第三勢力。そんな連中までいるのかよ。ネメシスとゾディアックは対立しつつも協力関係にありますが、
刻印騎士団、通称オルデンは両勢力にとっても謎めいた勢力です。分かっているのは、異界の封印を絶対目的とする彼らの基本的なスタンス、そしてネメシスの執行者やゾディアックの実行部隊をしのぐほどの戦力を有しているということです。彼がなぜあの場に現れ天使を退けたかは分からないけど、おそらく時期が来たら確実に動き出すでしょう。一切の慈悲も憐憫もなく、異界とそれを生み出す原因をこの世から断ち切るために。そこまで。なんか聞けば聞くほどヤバそうな気がするんだけど。 Why? It doesn't sound so bad so far. どうだっていい。あの白いのが何者で、何を狙ってようが知ったことか。久我山はあれからずっと眠っちまったままだ。今夜の記念ライブへの参加は正直言って絶望的なんだろう。だが俺は約束した、あいつの力になるってな。だったら何としても事件を解決してあいつをライブに出させてやるまでだ。それが俺たちにとって最初の山なんじゃないか。あ、時坂君なるほどな。祭りと喧嘩は最初が肝心、見過ごすわけにはいかねえな。私も賛成です。楽しみにしているファンの皆さんのためにも。まあ僕も最近スピカはそこそこ気に入ってるからね。力を貸すのはやぶさかじゃないよ。 As a high wizard I would, you know. まったくあなたたちは私たちだけではここまで思い切りよく動けなかったかもしれませんね。お嬢様、天使付きの元凶と思われるグリムグリードは市内のどこかに潜んでいるはずよ。時坂君、具体的にはどうする？ Not at all. そうだな、まずは久我山の現状を家族やスピカメンバーに最低限伝えてやるべきだろう。合わせてあいつがいつどこで元凶と接触したか、その手がかりもつかみたいところだな。へえ、もっともらしいじゃない。 Well, he is the leader. 依存はないわ。できれば昨日逃げたという天使型の眷属の行方も突き止めておきたいところね。なるほど、了解だ。とにかく動くしかねえだろう。まだ午前中だが、ライブが夕方からと考えるとあまり時間はねえ。はい、京香さん、各種手配をお願いしてもいいですか？はい、お任せください。それと天使付きの症例を抑えるためのスタッフを。すでに手配しておいたよ。 Oh, it's a snobbish voice. My.ミクリア様、トモアキさん、ゾディアック所属の専門家を手配させてもらった。これから天使付きを一時的に抑制する術式を施す。しばらくの間侵食の進行を遅らせられるはずさ。そんなことができるんですか？なるほど、結界術を応用したゾディアックの医療術式ですか。助かるっす。どうか久我山をお願い。ふん、君たちも頑張りたまえ。京香君、君の方は情報規制に回るといいだろう。人気グループのメンバーのトラブル、マスコミに嗅ぎつかれたら面倒だ。承知しました、お嬢様。ええ、こちらも情報収集をお願いするかもしれませんし。智明さん、それではよろしくお願いします。ふん、君こそね、僕の可愛いファムファタル。
Fatler. Like Fatal, I think. Anyway, with that, the XRC began following a different line of investigation. After dividing into two, one team went to visit Rion's house, while the other went across the theater. Ask her. Mitsuki. Yes. Eleven AM. Orchestra across tower. It's a weird plan when you get down to it, isn't it? I should let the other speaker members know about Kugiyama. Today is their anniversary show, so they're probably at the theater now. If worst comes to worst, we can get the hospital to explain things to everyone. For now, we should try to find some more clues. Let's go talk at the front desk. Alright then. Hello there. General Kanoa, thanks for coming despite all of the rain. What can I do for you today? Sorry to tell you this, but we explained that we had news regarding Rion from Speaker. Hold on just a moment, please. Hello? Yes? Yes. I just got word from their manager. He wants you guys to come up to the theater right now. Please use the elevator. Thanks. Alright, let's go. Bing, bing! Multipurpose hall. Bye. We headed to the theater. The group was in the midst of rehearsals. While we explained what happened to Rion to Speaker's manager. で倒れて病院に連絡がつかないと思ったらそんなことになってたなんて。ライブは記念ライブにあんまに合うのかい。難しいみたいっす今のところは。そんな時坂さん、君らか。今の本当なんですか？リオン先輩が高熱で倒れたって。こうしちゃいられない。プロデューサーに連絡しないと。すまない君たち、ちょっと席を外させてもらうよ。バイデン。あの時坂さんでしたか？できれば詳しい話を教えていただけませんか？ Yes, I can.In exchange for your little hat. リオンのことなら私たちにも聞く権利があるはずよ。ああ。二人ともプロとして揺るぎない眼差しをしている。ええ、なかなかの人物みたいです。We decided to move to the stage before we explained.先輩がすまねえ、任せろって言っときながら。いえ、教えてくれて本当にありがとうございました。驚きましたけど状況が分かってよかったです。最近妙なことも続いていたし、心労がたたったのかもね。だったらそう言いなさいよ、バカリオン。その妙なことですが、いつ頃から起きていたんですか？この2週間くらいかな。ちょうど温泉旅行が終わった後くらいからです。毎回ライブで何かが起きてしまって、
そんなの偶然に決まってるでしょ。まったく、どうしてそれがあの子のせいになるんだか。ええ、でもリオンが気にしていたのは確かよ。一昨日のミニライブでは怖がってるようにも見えた。そうなのか。そういえばお二人はリオンさんとの付き合いは長いんですよね。ええ、養成所からだから5年くらいの付き合いかしら。ま、当時から私とあの子は全然ソリが合わなかったけど。レイカ先輩、 NG 発言きた。嘘ばっかり。お互い張り合ってばかりいるのに、苦しい時は励まし合ってたよね。それは、ええ、だから腹が立つんじゃないの。あ、でもそういえばレイカ、私たちのデビュー当時。あ、そうか、そういえばそうだったわね。何かあるのか。はい、実は3年前私たちがデビューしてまだ間もない頃なんですけど、今回みたいな異変が重なったことがあったんです。なんだって。あ、本当ですか。私も初耳だけど。あなたたちにも話したことはなかったわね。その時起きていたのは音響機器の異常くらいだけど、デビュー直後で私たちもまだ噛み合ってなくて、余計にナーバスになってね。This is the thing. It's like my mind was like a buzz of ideas and thinking back to other times like other eclipses have shown up around people, like who had they interacted with, what had they had interacted with, that sort of thing. It's like, just part of this investigation and theories forming. It's like, でも落ち込んでいた私とレイカにリオンが喝を入れてくれたんです。私たちはまだ何も持ってない、だったら開き直ってとことんやるしかないよって。そんなこと言われたら、まあ開き直るしかないじゃない。そしたら妙に噛み合うようになって、ステージも成功続きになって、気がついたら変な出来事とか全然起きなくなっていたわね。そんなことがあったんですか。ちょっと羨ましいかも。いい話だが妙だな。ええ、3年前にも同じようなことが起きていた。だけど森宮市で異変が起きたのは今年からだったはずよ。 Yeah, why this year? この食い違いヒントになるかもしれませんね。あんま邪魔しちゃ悪いし、そろそろ失礼させてもらうぜ。記念ライブどうか頑張ってくれ。あの皆さん、ズーズーしいかもしれませんが、一つお願いを聞いていただけませんか。 Just thinking, like, how old would we say the child of the eclipse is? 10 years old? Just wondering if it's like, I'm just trying to link everything here, and it's like, how does this connect to this one though, and that incident like in the past a few years ago, etc.お願い、俺たちに。私たちは記念ライブの最後の準備を始めないといけない。だから代わりに伝言を届けてほしいの。勝手に一人で抱え込んで挙句に倒れたりなんかして、文句の一つも言っておかないと気が済まないのよね。素直じゃないんだから。リオンは絶対にステージを諦めないと思うんです。誰よりも歌うのが好きなあの子が楽しみにしていた大舞台ですから。うん、先輩なら張ってでも来そうかも。歌うことにかけてはものすごく意地汚いし。もうアキラちゃん。でも私も不思議と信じられるんです。きっと最後は
このステージでみんなで歌っているだろうって。そう、リオンさんも喜ぶでしょうね。たく、ほんと眩しすぎるっつーか。そうだなあ君ら。 Well, you just popped out of existence there. どうせ伝言するならこういうのはどうだ。Right after that, we left the theater. And then set up a conference call with Kyoka and the other team members using our Zyphones. It's connected to another unusual phenomenon from 3 years ago, I see. See, it's this. It's like 3 years ago. It's like... We've got the idea of the child being born at the Tokyo disaster, which led to like... How did... It's still this like, is it because she's become 10 years old, but how does this happen here? Would that be because she's 7 years old? I don't know, I'm throwing out ideas here at this point. It's like, there's got to be a reason for the 3 years ago. Why? When, where, and how did Rion become affiliated with this angelic possession? Actually, we were wondering the same thing. Kyoka, could you look into it from your side? About Rion's past, I mean. Of course, I'll get right on it. Oh, there's really no way of knowing until we check it out. Be careful, you guys. Let's all do our best. Yeah, alright. Let's get going. Before we deliver the news, I want to see if we can find out anything else. Anything that has to do with Rion, right? Akisaka, sounds like you have something in mind. I want to poke around other parts of the city. First, we're going to Horaichu. Actually, it was Kugiyama that clued me in about the abandoned factory. Indeed, I did spot that place. That sounds worrisome. Sounds like there's a very good chance of finding a clue there. You should definitely check it out. Alright, let's get going. Well, alright then. I mean, we gotta speak to him, haven't we? Yo, looks like you all came. Yota, are you here for the concert? I thought it wasn't until tonight. Couldn't wait any longer. The time might pass faster if I'm here. It's the third anniversary of Speaker's debut. It's a big deal. Gotta give 100%. No, 120% as a fan. Even so, you're way too early. A lot of people are looking forward to this. You should try to do something for Kugiyama before word reaches the fans. We have to do our best for Kugiyama, Ryota, and all the fans. Go? It's nothing. Don't wear yourself up so much that you collapse before it even starts, okay? I know. The force of my mighty cheer will blow the rain clouds out of the sky. Might do, actually. Might do. It's worth a try. Okay, so... Alright, Joe! Now, where was that karaoke place that Kugiyama always hangs out? Doesn't Horaichu have like 5 or 6 different ones? Didn't get the name of the store. No, I probably should have asked. Oh well, for now, let's just check out the place over on the corner there. If we guess right the first time, so much the better. Yes, let's go. It's like... What, you expect me to go to, like, to the ramen store? No. About this one here. This place Kugiyama... The place Kugiyama always goes to should have a few clues. We should check here first. Go inside. I'd like to go in and ask the employees, but... Now think about it, this might be harder than I thought. Yes, it's more than likely that Rion comes here in disguise. Tokisaka-tachi-janai-ka. A refreshing voice. Hello. It's like the notice there's an Irish pub there. What a coincidence. What are you doing here? Alright, you live around here. Ah, ano hasumukai no tatemono ni heya o karitete na. Shikashi, 休日とはいえ、こんな場所でどうしたんだ? Hold on, maybe...
Let's just say, okay? Have you seen Kugiyama around here? Kugiyama? ああ、たまに見るぞ。ちょうどそのカラオケによく出入りしているみたいでな。前に夜遅くに見かけたから一度注意したこともあるんだが。Seems like we're in luck. Lucky sucker. Yeah, let's go inside. Anyway, thank you. Just noticed the street lights as well. やれやれ。世話しない奴らだな。XRC。ザナドゥリサーチクラブ。Oh my god, how does he know? 改めてお手並みを拝見させてもらおうか。Again, he's the armored dude. A girl wearing a hat and glasses all the time? Yeah, she comes in here from time to time. She's pretty cute. I swear I've seen her somewhere before, though. She's a friend of yours? We're in the same class at school. We're also in the same club. It's kind of a research club. I gave a brief spiel about the public face of the XRC.Ah, so you cruiser and Marimi are checking out all the weird stuff that happened. Sounds pretty cool. For example, the rumors of strange occurrences happening here. Anything weird? Now that you mention it, there has... A bunch of customers said they heard the beautiful voice of a woman recently. All the rooms are soundproof, so I'm not sure where it's coming from or how they're hearing it. We checked out for malfunctions, but didn't find anything.I'm not sure what to do next. Sounds like you've come to the right place. I'm guessing it's going to be 101. Or 107, the one at the end. I'm getting a strong reading from the room in the back. Bingo.What's going on?Can we use the room all the way in the back? Yeah, sure. That'd be room 107. Speaking of which, that's the room that the one girl always asked for. Of course it was. We threw down the cash to rent the room. Threw it down, not passed it, or like gave it to him. Like, threw it down! No. Oh, Marimiri Academy Newsflash has arrived. Okay, what does that mean?What's that mean? The buddy what? What? The what has arrived? The what? The what? What? Rion hospitalized. Oh, it's this stuff. Okay, very well. Very well. Very well. Probably gonna have to read these as well when I do the books for this series. I need to definitely do Magic Girl Elise at some point.Probably do that after I finish LaBelle News. I feel like it's important we get this one out of the way for Tokyo Xanadu, and it's related to everything else that's going on, you know how it is. Right, so I'm actually going to end this part here. In the next part, we'll head into room 107. So we shall see you in the next part. Ta-ta for now.